残業するときおすすめカクテルなんかええのんありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はゴールドタイム残業代。ラム&パインな南国テイスト、ゴールドカラーは金の色、ラムにパインに卵黄レモンを合わせて作るで、ほないくで。材料4つをしっかり測ってシェイカーの中にぶち込んで、氷を詰めたら準備は完了。多めにシェイクをいたしましょう。足つきグラスにマネマネ注いでいろいろ飾れば、はい完成。ちなみに私、僕小学校教員の時月70時間以上したんですが、給食法と寝れない銀銀頭がパンパン、おすすめカクテルありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はピローバイター、枕置き。さあ呼吸を整え、リラックスできるか。バーボンピーチにレモンのピールを合わせて作るで、ほないくで。材料2つをしっかり測ってシェイカーぶち込み、氷詰め、シェイクをしましてカクテルグラスに羊の数だけ注ぎましょう。レモンのピールを絞って飾れば、夜明かしカクテル、はい完成。寝不足やばいでダメージでかいぞ。まあ自分も良くなるけどな。飲んだら悪夢の激ヤバカクテルなんかええのありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はザ・パーフェクト・ナイトメア。アーティストプロスフェイスさん考案、ゴチパーオーバー。ブランドアブさん、ジーニー、バーボン合わせて作るで、ほないくで。少し大きめショットのグラスに材料3つを準備して、しっかり測ってグラスにぶち込み、そのまま混ぜずに、はい完成。ガンミも通勤で聴いてたカクテル一口。メンバーの方々作ったレシピをミュージック聴きつつお試しを。